津駅降り立ちました。真正面に富士山です。今日は清水駅前から散歩です。ちびまる子ちゃんもいいよ。静岡市はいいね。ちびまる子ちゃんのマンホールカードまずはゲットしました。ありました、これです。ちびまる子ちゃんカードありました。さあマンホールカードもらったんでこっち行きますよ。港口行きますよ。すごいよく見えるじゃん富士山。港口見てください。ちびまる子です。ちょっとあそこのお花見に行きますか。素晴らしいですね。エスパルスプラザですか。そこまで歩いていきましょう。そこでなんかちびまる子ちゃんランドってなるからそこ見るんでしょ今日は。さあこれが清水の駅前です。まずマンホールカードはゲットしました。どこから来たのって言われちゃいました。え、聞かれたの。大丈夫です。なんて言ったの。ちびまる子ちゃんファンにはたまらないカードですよ、ね。今日マンホールのオブジェが売ってるらしいよ、あれ。グッズとして盾みたいのが。ああ、いる。それだけすごいってことだよ。お、見てください、こちらから貨物が来ました。すごいですこれ。ここはなんてもう貨物のメッカなの。ここは昔この先に清水港線っていう廃線跡があるから、そこが今多分遊歩道みたいになってるから、うん、そこ歩かないと。遊歩道、清水港線っていうのが走ってたんだよ日本まで。電車が、そう、開けてんじゃんここ。ほらここ、ほらここからずっと、ほらここずっと道になってんじゃん。ここが全部そうマリンパークなんだ。今日富士山と戯れる散歩だから、日本平でもショートカット今日しちゃうんだよね、バスで。本当はいつも使わないバスショートカット。シズラって書いてない。え、シズラじゃ、それマルコちゃんとちょっとあれじゃない、マルコと対抗するキャラクターじゃんこれ。町のキャラクターなんじゃない。でも町のキャラクターはマルコだよね。ここシズラって書いてあって、シズラとマルコは仲いいのかな。マルコは分かんないけど、こういうとこを見逃したら来た意味が全くなくなるんで。清水高専跡地です。昔これだよ、ほら三保の松原まで行ってたよ。こういう時代のが良かったよ。これ小学生作ったって、富士山に似せて。見てください、これはまさに有効の証です。素晴らしいとこに来ました。ここがエスパルスランドです。さあ目の前に見えるあれ何ですか。あれは昔のあれですよ、船に荷物乗せるの名残ですよ。あれ このクレーンはすごいわ。なんか吊るさが痛くなるよねこれ。あそこにハートがあるよ。これちびまる子ちゃんいたわ、こんなとこにいた。木材積み込み用クレーンって書いてあるじゃん、テルファークレーン。あ、さっきの清水港線の電車に積み込んだってことでしょこれ。まるちゃん、ちびまる子ちゃんランドは3階です。ここです。ありました、ちびまる子ちゃん。まるちゃんこんなとこにいた。うわー黄金だよ。子供にはスタンプラリーがあるみたいですね。大人にはないですね。大人はパスポートですね。神社ありました。お賽銭やらしたいと思います。
きます。ちびまる子ちゃん来ました。神社に来ました。お願いします。おみくじやらせていただきます。そしてなんとツイッターに投稿するとステッカーもらえます。ベッドです。これが苦悩山への道です。風が強いです。登り口はどこなんだ。今日登るとこはあそこです。あそこで天下を極めるぞ。苦悩山上昇部さあ行きます。1159段の階段登ります。コンコロコロセンダリマトウギフソワカ鳴らします。風の中を咲く桜見てください。風にも負けず花を開いてます。苦の梅林です。海の海風にも耐える梅林です。バイリンと海すごいですね。海とバイリン。そしてここに稲荷があります。稲荷さんです。おお、お稲荷さん。これは徳川の怒りですよ。私たちの徳川への試練です。徳川がなかなか私たち合わせてくれないってことだよ。これどこ？え？久能山。違う。まだ楼門とか行ってないの？え？これから？何が？楼門。まだまだだよ。まだ入り口にも達してねえよ。参道だよこれ。これ参道なのまだ。大変。790まで来ました。風もすごいけど。よいしょ。着きました。やりました。天下を極めました。やったー。天下極めたよ。徳川のパワーがついたってことだ。徳川よ。神よ。さてこれが楼門です。バクがいた。人のもとは慈悲あるべきなり。世の中は互いに助け合って生きていくものである。国世界と神域を区切る境界線です。真ん中上部の彫刻注目。あの夢を食べる爆が掘られています。徳川家康の手形です。38歳なんでしょうこれ。小指が長いな徳川家康の。よーさーさーよーお馬さん来ましたよ。見てください、桜咲く東照宮です。不思議な感じになってます。信長と豊臣秀吉と3人の魂がいて3トップじゃん。ここはそんなにすごいってことなの。ここ最強のパワースポットじゃん。ここ目が満開だよ。河津桜すげえ綺麗だよ。これ見てください。まさに日本の春です。比叡田神社。うわ、この賽銭箱。
江戸時代を代表する中井さんが作りました。逆さ葵がありますから。うわー、あー確かに3つありますよ。3つ。やります。家康様パワーをください。右手から秀吉様パワーをください。左手から信長様パワーをください。逆さ葵発見した。これは私に徳川のパワーが来ました。あった、そういうことか。見つけた徳川様。さあご支援いただきました。このパワーのオーラ見てください。さあロープになります。葵がついてます。地上からゴンドラまでの高さはおよそ90メートル。90メートルです。ここ一帯を通称地獄谷と呼ばれており、角度は同じ。おお、ほんと早い。このゴンドラ同士がこれくらいのところが来たぞ。これが愛の誓いだ。素晴らしい眺めじゃ。今日は私たちはこれからバスで静岡駅へ行きたいと思います。清水駅から巡った旅、今日はこの辺でお別れしたいと思います。さよなら。